皆さんこんにちは。エネルギーナビゲーターの畑は,はるみです。はい、えっ、ー、と昨日か一昨日ぐらいにね。多分配信したとことになったと思うんですけど、えー、これから何回かに分けて、今一番エネルギーを今年ピークに差し上がってきてる。激しいエネルギー来てるんで、えー、そのエネルギーのお話を皆さんにお伝えしています。今日は第2弾ですね。で、今日はちょっとこのあのえっ、ー、と10月の25日の。えー 2色になるんですけど部分2色になるんですけどこのさそり座2度の新月ですねここのちょっと取り組みを少しお話ししようかなと思いますで詳しいことは、えー、何度も言ってるんですけど「ミラクル会員」という月5ドル55セントですね今150円ぐらいになっちゃってるこれい,いくらぐらいになるのかなでもまあ、えー、7800円なのかな1月。う月、ん、1回350円ぐらいになるかもしれませんけどあのえっ、ー、と、えー、有料であの本当にに 今回の NGW は1時間40何分すごいだから普通はこれ有料で、えー、もう何十ドルも払っていただかないとねあのお見せしないようなものをいつも提供してるんですよねで前はあの何年も前かはあのずっと YouTube で無料で出してたんですけど今は、えー、有料で配信させていただいてますまあ本当にでもあのお安いですからよかったら是非あのお仲間になってみてくださいで まああの食のお話をしましょうかねまずね日食月食っていうのはまあ、新月と満月のちょっとすごいパワフルバージョンなんですけど、えー、いつも新月満月だから食が起こるわけじゃないんですよねでこの間も言ったと思うんですけど月の濃度というのがあるんですね月の軌道と地球から見て太陽が動いているように見える実は実は地球の軌道なんですけどその公道と白道が交差するところ交点のことを濃度と言います。 で別にこれはねあの月だけじゃなくて、えー、と全ての惑星のあの軌道と地球が動いている軌道つまり地球から見ると太陽が動いているこの行動とそれから他の惑星の軌道が交差するところには濃度がありますからこれもあの専門的になるんですけど私が専門としている宇宙あの意識進化先生学では月。あの あの惑星のの濃度を読むももとても大切ななポイントになりますただこれはあまりにも、えー、とあの専門的になるのでまだあのどなたにもね詳しく教えてないんですけれども今のヴィーナス界の,みの皆さんたちがこう成長してきてねあのあの私自身もその余裕が出てきたら私自身もまだそこまで深く研究してるわけじゃないんでその惑星の濃度についてもお話ししたいなと思うんですけどでも普通濃度というと。 一般的には月のの濃度のことを言いますでもちょっとだけ専門知識としてねだから私がいちいち「月の濃度」って言ってるんですねムーンズ濃度ですねでこの,あの濃度というのはこうあのこの地球の行動をねずっとこう広げていった面から、えー、こう上に上ってくる時とそちらへくこう降りていく時のこの,あのなんていうのかな、えーとえー、こうこう交差するとこがあるんですねこの 平面をねでその上ってくる方がノースノード下りていく方がディセンディングノードっていうんですけどそれがサウスノードと言われてますもしくはえっ、ー、とベディカストロジーというあのインド系のね先生学の方だと、まあ、ノードを読むんですけど読み方が全然違いますけどね進化先生学とはねでこれはあのドラゴンヘッドとかドラゴンテールとかって言ったりとかそれからあとはあのラフ・ケトって呼んだりもしますね。うん でも今私はこれをノースノードサウスノードというふうに呼んでいますで今回は今ノードの位置はノースノードがオフィス座なんですでサウスノードが、えー、サソリ座にあるんですけども、えー、進化先生学では意識し特に意識進化先生学ね私の専門のコンシャスネスアストロージーでは、えー、ノースノードの方が私たちの魂が進化しようと学ぼうとしてるところなんですねだから集合レベルで今地球全体、 の人私たち人間に今宇宙はさそり座のサウスノードのテーマをしっかり取り組んでそれをそこで手放すものは手放していろんなカルマがここで出てきてるんでさそり座的なテーマをしっかり取り組むことでノースノードの方に向かっていきなさいよっていうのが大きなメッセージが来てるわけですね。まずそれいいですすかノノードのノードドのというのはそうやって読んでいくんです、ね、でくね今回はさそり座の2度で起こるんです。 でその時えー、っとチャートを見るとねえー、っとねちょっと待ってね確か13度だったと思うんですけどえー、っとノース濃度は大内座の13度22分サウス濃度はさそり座の13度22分で、えー、起こりますのでえー、っと10度ちょっと離れていますね。ですからこれがね10度以上離れちゃうと、えー、部分食になるんですよ。 あのトータル皆既月食とか皆既日食にはならないんですね。でえっ、ー、と日食のまねでもね1 0度近く離れていても皆既日食になることもあるんですけれども今回は1 0度以上離れてますねこれ部分日食ですね。でえっ、ー、と月食の時はそれ反対側の月が反対側にいる満月の時に出るタイミングなんですけどそのえっ、ー、とその食は。 えと月食の場合ちょっとね3度か4度ぐらいですかね以上離れるとトータルじゃなくなりますねだから月食の方が、えー、そのオーブが短いんですけど11月の8日の方はこれ皆既月食なんですよだから今年はあの月食が全部皆既でトータル英語で言うとトータルイクリプスなんですけど日食が全部部分日食ですね去年逆だったんですよ去年は日食は全部皆既日食で。 月,のあの月食の方は部分月食だったんですけどただその何て言うんですかね周り先生私の恩師のマー先生もおっしゃってますけど天文学上ではもちろん皆既月食とか皆既日食の方が強い影響が出てくるように思うんですけどあの部分日食とか月食であっても、えー、と非常にパワフルにいろいろ影響してくるので、えー、と部分日食だや月食だからあんまり。 回帰月食ほどパワフルじゃないないいと思わように <laughs> 同じぐらい人によってはも,しも,しもちろん皆さんのチャートにもよるんですけどねその刺激が来てる場合はものすごい影響が及ぼされますからそれをまず、えっと、部分日色だろうととてもパワフルなんだよっていうのを覚えておいてください。で、えっと、その交点のところで重なるってことはえっと太陽と月の がの軌道がが交わるとところに太陽と月が一緒になってくるわけでしょ一緒になったり反対側になってくるから地球と太陽と月が一直線にこう並んでくるわけですよだからここでお互いの影ができたりいろいろするんでショックが起こるんですねた日を食べちゃうってことでしょだから、ま、あの日食が起こる時に太陽が昼間あ,のあるのに月がそのところをこう,う動してね400倍。 距離が違うんですけど、月と太陽の半径の比率がまた太陽の400倍に対してえっ、ー、とえっ、ー、と月月400倍月の400倍の大きさなんだけど、距離は400倍遠いんで同じような大きさで見えるわけですよ。だからぴったりですね。あの太陽が食べられちゃって隠れちゃうんですね。会議日食の時分かります。 もう偶然起こったとは思えないでですけどね、うん、で時々でもその月の軌道が、えー、まん丸じゃないんで月の等地点の方ね月が一番距離が遠いところはどうしてもちょっと小さくなるので中にはその小さい時に起こった時の食はピチッと皆既月食みたい日食みたいになっても周りに輪が残るんですね。 そういうい時もあります、うん、でもそんなようなのがいろんな日食ってあるんですけど <laughs> 今回はねまずそのいろんな日食にも種類があるんだよと皆、ね、既日食それから金環日食この2つは同じようにパワフルなんだけどもう一つが、えー、と部分日食ですねいいですかで、えー、とでも部分であっても影響はすごくパワフルだで要するにその全部が重なるんで見えなくなりますよね影でね。だから 月と太陽って進化先生学では目を象徴してるんですよ。だから見えなくなる分、私たちが普段こう見ていたものがこう見えなくなりますから、その分、えっ、ー、と、普段は見えてないようなものがこう見えてきたりとか、わからなくなるんです、逆に言うと。つまり、私たちの月と太陽と地球っていうのはまあ自我も表すんですね。だから私たちの自我とか、エゴで、 コントロールして、私たちの自由意志でいろいろとコントロールしてたことができないことが起こってくるわけ。わかる私たちの次元を超えた宇宙からの、周り先生はよく使う言葉なんですけど、宇宙からのディバインインターベンションっていうんですよ。ディバインな、何か私たちにはわからない、神聖な介入が起こってくるわけ。それが突然起こるんですよ。だから、急激にいろんなことが起こるんです。何が起こるかわからないです。 で自我にとってはそれはすごい素晴らしいことが起こる場合もあればえー、っていう,ようなこことも起こりますでも、えー、と私は魂の進化という意味では何が起こっても全て良きことというふうに思ってるんですけどえ自我から見るとえー、っていう,ようなことも起こることともも起るありますでも、えー、とですからある意味ねもうそこは私たちは入って受け入れるしかないようなことが起こってくるんですけど。 だから諸の頃時は何が起こるかわからないから、えー、といろいろコントロールできないことが起こってきますけどでもやっぱりそういうエネルギー特にさそり座の新月ですからねさそり座のテーマってのは「死と再生」で大きく変容していく時だから本当にさそり座は特にあの,メイドの神様なんですよだからで今回サウスノードでしょ。 だからこの2つねサウスノードというのは今までの私たちの過去世からののカルマみたいななものをよく取り組むことなんですそしてふ古くなったものは全部しっかり受け取って消化した上で手放していくってことがすごく大事なんですね。で手放した上でこだわってたものも全部執着してたもの全部手放せば手放すほどお牛座の方にいけるわけ。 で「おひ座のテーマは何かとかっていうのはまたすごい大事なテーマになってくるんですけど「おひ座っていうのはまああのえっ、ー、とね一番大切なテーマは私たちの自分の価値を自分でちゃんと認めてあげることなんですね。うん、だから自己価値とか自分が大切にしているものとか、ね、よくあの、えー、と自己よく入るりの言葉何でしたっけえっ、ー、と 自己肯定感が低いとかいう言葉がなんか流行ってますけどその自己肯定感とか何とかっていう前にまずは自分をありのままであこれが私なんだっていうことをちゃんと認めてあげるようなところが大志座のテーマになってくるんです一つ、うん、でこの辺はねその一つ一つのエネルギーとサイクルの学問ですから大志座のエネルギーというアーキタイプがあるわけですよ。1ハウスと大石と座そののの支配金星っていうのは 似たようなアーキタイプエネルギー持ってるんでこのエネルギーをしっかりと学んでいただくのが私が皆さんにお伝えしている意識進化先生学のベーシックの一番の基本なんですだから他のところでアストロージュを学ばれていても意識進化先生学を学ぶ場合はもう絶対にこのベーシックワンって言うんですけどまあ今まで入門コースって呼んでたんですけどこれ不可欠なんですけどそこで学んでいただくとよくわかりますですからこの大下のテーマはもう一度自分をしっかりと今回ね 自分をありのままで、この絵が自分なんだっていう。私はこれは自分が大切だと思ってきたんだ。これが私が大切にしたいと思ってる価値観なんだ。っていうことを、今ね天王星が一緒にいますからね。アップグレードして変えていくると大変なんですよ。そのためには反対側のサソリ座のテーマで一番なんか感情の深いところでこだわっていたトラウマとかそういったことを今までいやいやって見ないふりをして、 もうあのポジティブなことだけ考えてればいいのっていうようないわゆるやわすピをやってた人はこれはちょっとこ厳しいですよ <laughs> だからあのこのメイドの神様ですからねさそり座の日食は自分の内側の一番深いシャドウな部分とよく向き合うことが大事で今世の中は本当にこんなになってますからもう今あ,のあとこのさそり座と えーと大石さの軸っていうのはどうしてもファイナンスあのお金と絡んでくることがあるんで今金だから今までのもうあのその何て言うんですか、ま、マネタリスト的なねこの30年40年ぐらいのお金だけどんどん回してでお金をあのどんどん。 一括して投資してその自分が何か本当に必要なものを届けたりサービスするんじゃなくてお,お金のためだけにこうしてマネーゲームになってたような経済が行き詰まりをで見せてますよね、うん、ただからやっぱ宇宙はそれは本質じゃないでしょお金の本質も分かってないねもうこれ一回全部ご破産にするしかないねってきもう,う2008年にえっ、ー、と 矢木座に王星が入った段階でリーマンショックがすぐ起こってますからその時にもう行き詰まってたんですけどそれをだましだましずっとやってきたんですよこの上の牛耳ってる人たちがそれが今ね本当に壊れる時が来てるんででまあ私たち個人自身もだからそういった経済的なこともいろいろ影響を受けてくると思うんですけどでもあの長い目で見たらもっと良くなるために起こるんですよね。だからあの 今とっても大事なことは外側にフォーカスして今までのようにもう一回自分のじじ価値観って何なのって親からこれが正しい生き方とかこうした方がいいんだとか世の中の期待に沿うような。 私たちってどっちかっていうと今まであまりにも学校教育にしてもいろいろこうこ「うじゃなきゃダメっていうふうに言われててそこに一生懸命自分を当てはめると「いい子だね」とかいろいろ評価してもらえるで人から評価してもらえて初めて自分には価値があるっていうふうな自然自然にそういうのを埋め込んできちゃってるからでももう一回ここで本当に自分が大切にしたいと思ってるのはどんなもんなんだろうっていうのを宇宙はもう一回自分と向き合って見直してごらん。 本当にそれがあなたにやりたいことなのっていうのを気づかせてくれる。すごいタイミングが今回来てるんです。だからあのちょっとやったことないけど怖いんですけどね。でもだからこそ、そのえっともう一回自分としっかり向き合うのを意識してやることが大事だと思うの。これ知らないと。 今外側がこんなになっちゃうからそして外側の基準に自分を合わせていくような生き方をどうしてもある意味強制されてたでしょ日本の学校教育とかそういうところねでその出る杭は打たれるみたいなねだからそ,そういうの慣れちゃってると結構私たちはそのマインドでそうじゃない自分っていうのを本当はねあの知鳥でもいいし醜いあふれる子でもいいんだけど自分は本当はあの白鳥なのに 「お前はアヒルだアヒルだ」って言われて「私たちはアヒルなんだからアヒルになれ」って言われてで「何てお前は醜いんだ」って言われて自分はダメなんだダメなんだって思ってたのが「ああ私は本当は白鳥だったんだ」って思えた途端に「あこれが私なのよ」っていうそういう体験をするよくいろんな今講座で言ってるんですけど逆に言うと自分は本当にこれが植物だったら何の種なのっていうのを気づく時なんですよ。もうう一回自分は本当に、あの、うん、 バラなのかユリなのかヒマワリなのかスミレなのか、ね、タンポポなのか、うん、あなたはあの本当は自分はヒマワリなのにあなたはユリだよユリになんなきゃダメだよなんて醜いユリなのっていうふうに言われてたのかもしれない。だかから自分がが何ののの種なのかってていいうのをもうも一回気づく時が来ていますですから、えっと、外側に意識を持っていくとすごく苦しくなりますよ。で今外側は あのになんか今までそのでもやっぱり世間の言われる通りに周りの人が気に入ってくれる自分を演じることで「なはるみさんはるみさん」はるみさんって認めてもらえたり「はるみさんはるみさん」ってこうみんながこう自分のことをあののえっ、ー、と、えー、なんていうの求めてくれたりとかするとそういう自分を演じることがあの自分の役割と思っちゃって。でも それがすごくギャップが出てきてる場合あ,あとそ今までとは全然外側違うからみんな不安になってきてるでしょ火星も逆行するし今ちょっと激しいエネルギーがいっぱい来てるからだからあの結構外側は暴力的なこともいっぱい起こるし戦争も今起こってるじゃないですかだからあの本当に外側に意識を向けるともう何がどうなってるか何がこんなになるからそれで本当に溺れ死んじゃうっていうかね酔っ払っちゃうっていうかねどうしていいか分からなくて不安になってる人いっぱいいると思うんですね。 でも今そういうエネルギーだって分かってる人は今宇宙のメッセージ何かこの,このショックで宇宙が私たちに伝えてるのは「はるみ自分の内側とよく向き合ってごらん」で今サソリ座にサウスノードがいるってことはサソリ座は深い感情体験のトラウマみたいなことともすごく関係があるんでそこに今まで無視してたけれども湧き上がってくる感情を感じやすいんです今火星も逆を始める前だし。だから たくさんんの方がいろんな感感情を感じてるはずですでそれにリアクトしないことまずいろんな感情が出てきたらそれをちゃんと受け止めてあげて自分がそういった過去世でなんかそういう経験をしてたかもしれない小さい時にそういうので何かちっちゃなことで自分がすごく過敏に反応する時はそういう自分を許すなんていうかなそんな感情を感じる自分はダメだっていうふうに痛めつけるんじゃなくて例えばねあの怒ってたりとか何度も言うけど。 罪悪感を感じたり、人をすぐ批判したくなったりとか、人をすぐ責めたくなったりとか、ね、もうあのすごい嫉妬心がぐらぐら湧いてきたりとか、そういうネガティブな感情を感じてる自分ってなかなかこう許せないんですよね。受け入れたくないんですよね。でもまずはどんな感情も感じるってことは何かそういう経験があって感じることをしてるんですよ。で、その感情をもしかしたら小さい時に 無意識の中で感感じちゃった感情をでももう抑圧していい子にしてたから出てくる場合もあれば過去世からずーっとそういう経験をしてきたのにその感情をちゃんと感じきってあげないからその感情が今その冥王星にさそり座にね今ね濃度が来ててねでここでショックが起こってねでその上その支配性の冥王星がスクエアなんですよ今回のショックは。だから何重にもさそり座のエネルギーでこれでもかこれでもか っていうぐらいシャリザのシャドーワーク、インナーワークをしなさい。でもすればするほど本当に、はーって癒やせるタイミングが来てるんですね。特にえっ、ー、と1900何年生まれかなあの今50 51歳ぐらいの方ね、今あのお椅座にえっ、ー、と回廊が来てるんですけど、えー、1960何年だろうね、えっ、ー、と67年ぐらいの方かな。 だから。うん、もうちょっと前かな。ちょっとごめんなさいね。でもえっ、ー、とちょうどカイロンリターンの頃になっている方は特にすごいですよ。うん、あの確かノードがね。さす。あのノードリターンになってる人も多いで多いはずですからね。ものすごいチャンス来てます。だからあのこのこ,ここら辺は詳しくね。ng ナ鍋でお伝えしてますから。まあ、あの今回の ng 鍋だけでも見るだけ。でもこのね。あのぜひあのあの。あの すぐ申し込めますから、えー、会員サイトに行ってですねあの会費を払っていただければすぐ申し込めますからご覧になるのはいいんじゃないかなと思いますだからそういうエネルギー来てるんですよだからそこにちょっとねしっかり取り組むっていうことがすごく大事ですで職になったらどんなことがじゃあ起こってくるかっていうのは次の 動画でお話ししてみたいいと思います、はい、今日はさそり座の10月25日のさそり座の新月は部分認識なんだよ認識ってこうなんだよでも今回のテーマはこんなテーマですよっていうのを話しましたからねで宇宙のポータルが開くんで聖なるインターベンションが 介入が起こってきますから突然何かがガーッとすごいスピードが変わってくることがあるんですけどまあどんなことが起こってくるかは分かりませんけどもうちょっと詳しくこの辺を次の動画でお話ししてみたいと思いますはいそれじゃあまたお会いしましょうね Thank you so much